今回はアクリル絵の具で紙の上に描いています。普段アクリル絵の具って全然使わなくて、久しぶりに、使っていますけれども、もう本当に数えるくらいしか使ったことがなくて、何回かもう片手で数えれるぐらいですね。5回も描いたことないかもしれない。で、今回はかなり手こずってですね、途中からものすごい長く、なってしまったんで、途中から、ビデオにしています。もうここに至るまでも相当の、手数を踏んでいるんですが、もう何もうまくいかない、もう全然ダメでしたね。で、大きな作業だけに絞って、ビデオに残しています。だからバンバン変わっていく、と思います。もう本当に何も感じれなくなるような感じの、何も感じれないような、作業の連続でしたね。アクリルっていう絵の具がそうさせるんでしょうか。非常に使いづらい、乾くと何もなくなるような感じ、まあ濡れてるうちはわかるんですけれども、乾いてしまうと全部もう描きすぎなんでしょうね。どん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 もう色が消えてなくなっていくような、もう最悪でしたね。でもまあそういう時こそきっと面白いものができるんだということを知っていますから、どんどん描くわけですけれども、やっぱり素材って大事なんですね。素材にぶち当たるというか、素材に抵抗感を感じるっていうことがすごく、大事になってくると思って、だからこそですね、こういう、うまくいかない時っていうのは素材に抵抗感を感じてぶち当たってる時なんだと思っています。アクリル、もう使わないかもしれませんね。まあ多少ですね、もうここまでうまくいかないとですね、動きが雑になってくるんですね。もう細かいところはどうでもいいや、大きなものをつかみたいつかみたいの一心でですね、筆がもうどんどん大きくなってきて、自分でももう度を超えてですね、訳が分からなくなるんですね。もう何かこう感覚的なきっかけをつかみたいんですが、もうそれをつかんでる暇もないんですね。感覚的なディティールから全体をつかめたらやりやすいんですけれども、なかなかそれもできない。大きく大きくつかんで、もう本当に空気をつかんでるような感じですね。もうこれ2日目に入ってますね。もう相当、混乱していますね。もう何がいいのか全然わからないような状況で、まだ掘っていくぞというような感じでやってますけれども、もう ほとんど、呼吸ができないような状態ではないかと思いますね。けれども、そういう調子っぱずれな技術、的に当たらないような時っていうのは、やはりその素材の抵抗感、さっき言ったような素材の抵抗感を感じる、つまりその、自分と向き合うことができるということなんですね。で、これがアクリルかよっていうことも言われるかもしれませんが、やっぱりこれはアクリルなんでしょうね。アクリル絵の具で、写真のような絵を描けたらなと思いますが、やはりアクリルと押しくらまんじゅうをして、今回は終わるんじゃないかという感じでずっと描き続けているところですね。やっぱりですね、いろんな上手い人たくさんいます。アクリル絵の具なんか特にそうですね、すごいテクニックを持っている人が、たくさんいます。そのように、まあ、相対的に他と比べたらですね、本当に上には上がいるんですね。油絵でもそうですけれども、自分がどれだけうまくかっこよく描けたと思っても、さらにそれの上が、びっくりするぐらいの上がいるわけですね。だからですね、本当にその自分がどういう、
リアリティを持って描いてるかっていうのは相対的には考えられないことなんですね。言ってしまえばもう相対的な世界の中には上下関係しかない、上手い人下手な人というような具合で、概念の世界ですから、もうそこはもう地獄のようなものです。だからこそこのように、素材を使って自分にぶち当たって絶対的な関係を作るんですね。絶対的な関係を作ると価値が生まれてきます。価値っていうのは、物の価値っていうのは、絶対的な関係を持った時に使われる言葉ですね。相対的な関係の中では価値という言い方はしません。バリューっていうものは、絶対的なものとつながった時に見えてくるものだと思います。なのでですね、この絶対的な関係を持ちながら自分のリアリティを、その絶対的なものの目線から自分を見下ろす、もしくは自分と同じ目を持って自分を見る、ゼロ距離でですね、自分が今やっていることの、演技をですね、ゼロ距離で見る目が必要なんですね。だからそれが例えばうまい絵を描いているとすると、自分がうまい絵を描いているぞという演技なんですね。前回も話しましたけれども、これが自分一人がうまい絵を描いているぞと思うとですね、上には上がいるわけですから、その人はただうまい演技ですけれども、世界的に見たら、そんなでもないんですね。だからこれは大根役者ですね。そうではなくて、絶対的な関係でものを見ていくとですね、うまい演技をしているひょうきんな人になるんですね。うまい演技をしているひょうきんな人はそれだけのリアリティを持っている。だからですね、ヨーロッパではクラウン、ピエロっていうものがですね、人間の様を表現しているんですね。最もリアリティのあるもの、最も人生を、表しているものということを、絶対者との関係でですね、ピエロは、象徴として描かれるんですね。僕は今このようにしてね、混乱しながら踊り狂ってますけれどもね、その演技をしていると思っているんですね。だけれども心中は、本当に焦っております。もうこれはもう絵にならないわ、これはもう本当に今回だけはお蔵入りだわというような感じでですね、そういう演技を心の底からしておるんですね。だからですね、絶対的なものとの関係に入るとですね、そのもののリアリティっていう意味が、普段と違ってくるわけですね。リアリティがどこにあるのか、自分がうまく描くこと、対象をリアルに描くことのうちにリアリティがあるのか、もしくは自分が、うまいことを描いている格好のうちに、絶対者との関係のうちにその格好を見せていて、その格好自体が、ダサくて、リアリティがあるというようなことなのか、その意味合いが全然違ってくるわけですね。僕は写実という方法をとっていますけれども、そういう意味でですね、写実なんですね。リアリズムなんですね。どんなリアルな演技をしてそこに映像を表すか、映像がもともとあるわけじゃないんですね。映像を作り出すんですね、リアルな映像を、リアリティから映像を作り出すんですね。視覚的なもの、絵は視覚的なものなんですが、作られるのはやはりその人の内面からなんですね。こういう意味で内面からということになると思うんです。写実っていう方法はですね、これは方法であってですね、目的ではないという言い方をよくします。しかしですね、僕が思うには、その写実っていうのは方法であって目的にも近いんですね。だからこそ写実っていうのはすごく価値があるものではないかと思う時がよくあるんですが、その方法でもあって目的でもある理由というのはですね、例えばですね、音楽を聴いてですね、音楽を聴いてその音楽のイメージで、
絵を描くとかっていうことがあると思うんですが、その音楽のイメージがですね、それもいいと思うんですけれども、例えばその、その絵からですね、その人のそれぞれの好きな音楽が聴けたら一番いいですね。一番容量が多いですよね、その絵の容量がですね。1曲しか聴けなかったですね、他の曲が聞こえなかったらですね、やっぱりその曲を表したイラストレーションになっちゃうわけなんです。でも絵画っていうのは言葉です。最初言ったように言葉、言葉っていうのは360度どこから見ても美しいもの、美ですね、片方から見て美しいものではない。絵の目的もですね、その360度どこから見てもいいものを作る、つまりその自分の好きな、その人の好きな音楽がそこから聞こえてくるような、自分の見た景色がそこから見えてくるような、今日朝感じた秋の涼しい、涼しい朝、秋の光の、初秋の光の中の、爽やかな、色ですね、空気、そういうものが自分のえげつないタッチの中から見えてくるんですね。自分のどうしても汚らしい、本当に何にもならないようなクソみたいなタッチですね。でその中からも、秋の初秋の、すがすがしい香りが、光が見えてくるといったようなことなんです。これが見るということなんですね。その方が逆に見えるんですね。調子っ外れの方が逆に、真理が見えてくる、下手の方が魂が見えるということはよくあると思うんですね。もうそうなるとですね、もうどんな風に描いても、自分の見たいものがそこに見えてくるわけです。つまり、自分が風景なり何なり人なり何でもいいんですが、見た時に感動したものを、そのままの感動したものを自分の全然そうじゃないタッチの中に、感動を表せていないタッチの中に見出すことができるんだと思うんですね。そうすることで自由に描くことができるということだと思います。だからですね、写実っていうのは、方法でありながらですね、写実を方法にして絵を描くことでありながら、それが同時に目的であることもあるんですね。要するにその目的となる、写実的なもの、つまり目の前のものをですね、自分の、汚い太刀からですね、それを発見する、自分の描いたものの中からその音楽を、聴きたい音楽を、好きな音楽を聴くということになるんですね。個人的なことですが、その風景なりその光景なりをですね、捉え直すということも非常に重要になってくると思っています。あまりにもその最初の感動が綺麗だったためにですね、それにこだわりすぎると、風景っていうのは、光景っていうのはですね、どんどん変わっていきます。やっぱり何時間か経つと、表情が全然違う。なのに最初の表情に、執着してそれを追い求めていくと、やはり見えてないものを頑張ってみようと、しますから、それはただの執着になってきます。そうではなくて、変わってしまった風景、今から変わってしまった風景の中で描くなら、それを受け入れることも非常に重要に僕の場合はいつもなってきます。それでですね、今まで描いたタッチを、タッチの中に逆に今の風景を認めてですね、それをそのままその自分の、タッチの中に、描いたものの中に見ちゃうんですね。そうするとガラッともうその自分の描いたものが一気に仕組みが変わっていきます。一気に構造が変わってきて、自分の見ているものがそこに組み込まれていきます。そうするとちょっと次の 2,3 手でもうその風景に変わっちゃうんですね。それぐらい写実の方法っていうのは、目的に近いことになるんだという実感が時々あります。だからですね、結局自分の描いている何者か
何者かの土台、その写実的なものになる土台というものはですね、まあ混沌としているんです。その人が見なければ何かっていうものがわからない抽象的なものかもしれない。けれどもですね、自分の感動をですね、目の前の写実的なものを再度そこに見ればですね、それに変わってくれるんですね。僕のこんな汚いタッチからですね、僕の本当にこんなろくでもないタッチから、本当に芸術の、何者かはですね、僕のこんなものからも清々しい、秋の朝の光を作ることができるんですね。それがもう感動なわけなんです。本当にこんな、汚いタッチからでも、作れるという実感、自分の感動を作れるという実感はですね、嘘がないから、その中に根っこからそうだから、感動するわけなんです。その似せるわけじゃないんですね。その感動に似せるんじゃなくて、もう僕のタッチが丸々その光に変わる、ところに感動があるわけなんです。もう僕のタッチは、その感動の全否定なんですが、それが、絵画芸術の上ではですね、全肯定されて、感動を見る装置になるんですね。それが非常に不思議なんです。で、僕はそれを例えば対象を絶対者との関係、つまり神との関係、にで言えばですね、神はですね、こんなに朝の、すがすがしい光の情景にも変わってくれるのかというような気持ちになるんですね。それは反面、やはり自分のタッチは間違っていて、何かこう戒められる、例えばうまく描こうとしても、やはり絶対者との関係においては自分が戒められるわけなんです。そして何か空虚な部分を自分の中に見出して、足らない部分ですね、相対的な関係で言えば上には上がいますし、下には下がいる。そしてまた絶対的な関係では常に自分が空虚な、虚しい部分がそこにある。そして真実ではない何か、真実に触れられない自分の虚しい、ものがある。そういう焼かれるような気持ちにもかかわらずですね、それ自体がまるまるあのような美しい光に変わっていくということが、嬉しいわけなんです。で、これは誰にでもできることなんだと思います。上手い人、上手い下手関係ない、絵には上手い下手関係ないというのはこういうことで、本当に皆さん体験されてない人は、分からないかもしれないけど、体験してほしいという一心で、伝えたいわけなんですね。誰でも絵は描けると思います。